青木文教は青木文教9月28日から1956年11月7日は日本のチベット研究者で僧侶。チベットイコール西本願寺館の高官留学生としてチベットのラサ市に派遣され、ダライラマ13世の教学顧問を務めた。雪山四季浄土新州本願寺浜辻聖福寺の生まれ。救命、仏教大学在学寺の1910年。 西本願寺保守、大谷洪水の命で、インドで仏教遺跡調査、1911年、ロンドンで教育事情調査に従事する。同年、新国のチベット新軍を逃れて、インドのダージリンに亡命していた、ダライラマ13世に越見し、学僧、ザワティトゥーを日本への留学生として同行する。1912年に、インドにて、再度ダライラマ十三世に越見し、 トゥプテン・ギャンツォのチベット名を与えられ、チベットへの入国を許され、ラサ入りを果たす。ただヒトしかんと共にラサに滞在したが、ただヒトしかがセラジで修行生活を送ったのに対し、青木文教はラサの町に居住し、特技の写真撮影の腕を活かして、多くの当時のチベットの風景、文物を記録した。また、チベット仏教を研究し、 主に、チベットの姿勢で、多くのチベット仏教に関する文物を収集した。また、文法学や歴史学などを学ぶ傍ら、ダライラマ13世の教学顧問として近代化のための助言を行った。雪山式のデザインもする。また今に言うバックパッカー的な存在だったとも伝う、矢島康次郎が、当時のチベットの軍事顧問であったとして、共にデザインに関与した説もある。 1915年に学院での学びを終え、ダライラマ13世よりサンビリクトの学位を受ける。そして、文教がチベットを離れる最後の人よは、ダライラマ13世と就寝したなど、深く現地に溶け込んだ。1916年帰国。翌1917年に、川口絵会の持ち帰った、チベットオークラ行の所有権をめぐり、青木文教と絵会との間で論争が起きる。 1941年から終戦までが異務省調査部職宅職員としてチベット問題研究に従事。戦後の1950年東京大学文学部チベット語講師に就任。ありがとうございます。